前回までは DTM 初心者の強しがパソコン選びやメモリ、SSD の研究をするストーリーとしながら、DTM を始めるにあたってのあるある課題を聞いてもらいました。今回からは、実録あるある話として、強しすなわち僕の DTM 生活の今日までをお話します。僕は中学でギターに目覚め、高校ではバンド活動をしながら、高校卒業後は家業の美容室を継ぐために美容室で働きました。しかし、母の病気を機に、実家に戻り美容師を始めました。それと同時にコンピュータと出会って、我流でコンピュータプログラムを習得しました。それが、人生第一のターニングポイントです。まだ珍しかった個人のパソコンプログラマーとして、県の教育委員会やお菓子の宝船などの顧客管理システムを作ったりしました。趣味の延長線上だったのですが、一気に広まっていきました。そこで、27歳で親父と話し合い、美容室を継ぐという道を IT という方向に転換しました。小さな株式会社を立ち上げることになりました。高校卒業してから空白だった音楽の約30年間です。40代になってから音楽に近い音響への興味が湧き出しました。安いミキサーやスピーカーから集め出して、3000人規模のライブができる PA 機材を集めるようになりました。そして第2のターニングポイントが40歳代の終わりにやってきました。友達のライブ演奏を、我流の DTM でレコーディングした作品が、島村楽器がスタートしていたトレコンというオーディションでファイナリストになったのです。そこで、コンピューターで全国を飛び跳ねていた僕の仕事だったのですが、これを機に音楽への道をスタートしました。1話のコンピュータ選びの話に戻りますが、僕はその折、Apple コンピューターの仕事が多かったのです。会社としても Apple 正規代理店という制度があり、今とは違い、個人の販売店がリセーラーとしても頑張っていた時期です。Apple コンピュータは、ネットカフェ、教室、開発用、グラフィック用途で、小さな会社ながら50台近くは過去に購入したと思います。か嫌いかで言えばアップルの方が好きだとも言えますが、仕事の成り行き上、DTM を始めたのは Windows パソコンでした。第1話で話した音楽のきっかけはモテたい。それは強しの願望であったのは真実です。当初は、まだ DTM の知識も乏しかったので、無料であったリーパーという DAW を使いました。そして解説サイトを立ち上げました。音楽よりパソコンの方が得意だった僕はインターネットは普及が始まったばかりだったのですが、リーパーの指南サイトで大人気になりました。つい2年前ほどに、サイトを閉鎖するまでは、更新もしていないのに1日のページビューは500人以上あったのです。そこからだんだんと DTM の虫になっていきました。次は有料の DAW を選んで本格的な仕事に発展していく、強しの DTM 人生の話になっていきます。どんな DAW を選んだか、どんな仕事をしたか、どんな苦労や喜びがあったか、お楽しみに。